最近そのまだ発表になってないものとかもやっぱりね結構早めに捕獲をすることがあって、あの素敵な役者さんやっぱりたくさんいるんですよ。もうすごいってなんだろうな。それを今でもこの声優業を始めて、まだ10年ぐらいですけど、そのなんだろう、いろんな刺激をくれる人たち、先輩含め、同期含め、後輩含めですけど、なんかありがたいですよね。うん、あと私結構松岡君のお芝居にもすごく、松岡義継さんですよ。松岡？アイムのね。もう今放送中ので、がっつり、あ、そう、ダンマチで、あ、そっかそっか、ダンマチか。で結構がっつり絡む役ですけど、なんか本当にすごいなって、毎回思うんですけど、全力だよね。本当に一生懸命だよね。で今回の役では、今まではどっちかっていうと松岡くんが主人公で、松岡くんが頑張って、ではどっちかっていうと、応援とかサポートとかっていう役割が多かった中、同じぐらい頑張らなきゃいけないっていう状況下で、松岡くんのテストのお芝居を聞いて本当に負けてられないっていう、ある意味引っ張ってもらえる感じがすごいよかったですけど、マジでマネージャーどんなテンションでチェックしてるの？恥ずかしい。松岡うちの役者やし、うちのマネージャーも見ちゃう。あ、本当。お世話になっております。はい、今の皆さん。いや、そうですよ。ダンマチもね、そう、収録結構早めでね。そうそうそう、もうね、収録は終わってますからね、フレコはね。私だから松岡バラバラに撮ってるから、で松岡くんが、なんか私松岡くんの次の組だったの。松岡くんがうおーぐわったーみたいにやってるのが聞こえてて、待ってる間、それが私本番だと思ってたの、もうすごい全力だったから。そしたらテストだったの。いやもうほんとすごいんですよ。でもなんか汗だくでヘロヘロでもう出てきて、いけるか松岡、本番もいけんのかぐらい。でも本番はそれを超えるのよ。いやもうそうなんですよ ね、 いいよね。いや素敵ですよ。頑張り屋さんだよね。私が神です。消えないよ。